日本新発見。今回の舞台は新潟県。一枚の銅板を叩いて形を作っているという。200年の伝統を受け継ぐ話題の鎚起銅器。さらに鏡のように磨き上げる研磨職人に密着。研磨のグレードが上がれば上がるほどビールが美味しくなるんですよ。ビールが美味しくなる究極の研磨とは。日本新発見、10月23日日曜夜9時。